えー、先週、水穂銀行の ATM が3度目の停止を発生しました。なぜ水穂銀行ばかりシステムが止まるのでしょうかまた今後の銀行システム業界はどうなっていくのでしょうかえっと、水穂銀行がもともと、な、うんだっけ、太陽神戸じゃねえや。なんか、すげえ名前長かったんですよね。うん、第一関銀なんちゃらなんちゃらみたいな。っていうので、その、要するにその、 いろんな銀行が合併するけども、今までの銀行の名前を全部くっつけましょうっていうぐらいリーダーシップがなかったんですよ。で、その、あれ、桜銀行が三井住人だっけ、まあ、いや、もう忘れちゃったけどさ、<laughs> 第一関銀 太陽光明密意まあ、いいや <laughs>。っていう感じで、そうはリーダーシップを取れないとすると、今までの既存のシステムは残したまま、なんとなくこれがうまく動くようにしようねっていう形で、無理やり継ぎはぎで物をつなげがちなんですよね。で、継ぎはぎで動いてるんだけど、ちょっとでも今までと想定しないことをやると、突然動かなくなったりするんですよ。 で、今回のやつって、なんかのバッチを走らせるっていうやつをテストでうまくいったから、40万件走らせてみたら、バッチが処理がしきれなくなっちゃって、で、処理不可能っていうので、インターネットとかオンラインの部分の処理を止めるっていう形で、その機関業務だけ回すようにしたせいで、ATM が全く動かなくなりました。で、異常を終了してるので、通帳も読み込んじゃいまーすっていうので、通帳出てこねえじゃねえか、みたいなトラブルになったって話なんですけど、っていうのが、やっぱりその、 このシステムで一回統一した方がいいよねっていう形じゃなくて、ぎはぎでずっとやり続けちゃうっていう日本の会社にありがちなパターンをやっちゃったのが良くなかったんじゃないかなと思います。なのであの、東京三菱銀行とかの場合はもう三菱が、あの、俺たちがやるからって決めて、三菱の偉い人が、じゃあこういう形でシステムを作るからっていうので、えっと、日本で一番口座数が多いのが東京三菱銀行なんですけど、じゃあ東京三菱ってそういうタイプのトラブルあんまりないじゃないですか。 なので、リーダーシップを取れるところがきちんとやるべきだと思うので、あの、LINE と Yahoo の合併もちゃんとリーダーシップ取れてるのかなっていうところが気になってたりします。